フィギュアスケートグランプリ GP ファイナル女子で金メダルに輝いた坂本香織シスメックスが11日中国から羽田空港に帰国し取材に応じた今季の目標だった GP シリーズ2大会ファイナルの計3戦制覇を達成しほっとしてます GP ファイナルでは悲願の頂点に立ちフリーのミスでメダルをずっと逃してきたなんとしてでも 今年はつかみ取りたた。いいっっていう気持ちがあったショートもフリーもちょっとずつミスはあったけど自分の中では満足する演技だったと喜びを口にした21日には全日本選手権長野が開幕する3連覇を目指して精一杯頑張りたい終わったら遊ぶ予定とかがいっぱいあるのでそれをモチベーションに頑張ろうかなと思うと笑顔で話した